南クリル管区は、ロシア連邦サハリン州の管区。千島列島の最南部、国リ島、四タ丹島、マ舞群島を包括する。時差は日本から2時間進んでいる。手付け数の自然がそのまま残されており、多様な生態系に富むが、発展が遅れる要因にもなってきた。近年では、国リ島において開発が進められ、観光客を招致する計画もある。 1945年8月9日、ソビエト連邦は、日ソ中立条約を破って、日本への侵攻を開始し、千島列島全域を占領した。1946年6月5日、ハバルフスク地方南サハリン州の一部として、南クリル管区の設置を一方的に宣言した。1947年1月2日に、南サハリン州を廃止して、 ハバルフスク地方から分離したサハリン州に編入した。2006年6月、南クリル管区を南クリル都市管区に転換した。人口は微増を続けており、2016年時点で1734人である。都市部への人口の集中が顕著であり、南部にあるクナシリ島の中心地ユジノクリリスクには人口の64.83%が集中する。 10の集落からなる。現在、2つの集落を除き廃村状態である。主要産業は、林業、木材加工業、漁業、畜産業である。ありがとうございます。